五皇宮神社は、京都市伏見区五皇宮門前町にある神社。式内社で、旧社格は、府社。通称五皇宮、三行宮。伏見地区のうぶすなである。神宮皇后を主祭神とし、夫の中愛天皇、この王神天皇ほか六神を祀る。神宮皇后の神話における伝承から、安山の神として、信仰を集める。はじめは、ご初心者と称した。 創建の由緒は不詳であるが、上岸四年に社殿を収蔵した記録がある。伝承によるとこの年、境内より良い香りの水が湧き出し、その水を飲むと病が治ったので、時の姓は天皇から五皇宮の名を賜ったという。この湧き出た水は五皇水として名水百選に選定されている。ボトルを持参して取水する地元民も多い。ト桃ドロフによれば、 筑紫国カシ手グ宮から誕生したという記録がある。全国にある孔の名前のつく神社は、古来、筑紫国のカシ手グ宮との関連性が強く、神宮皇后を祭神とする当社は、最も顕著な例である。豊臣秀吉は、伏見城追記の際に当社を城内に移し、鬼門の守護神とし、車両三百国を寄進した。慶長十年には、徳川家康によって、 元の位置に戻され、京都書次第、板倉勝重を、不審奉行として本殿が造営された。表門は、伏見城の大手門を移築したものである。1868年に起こった戸場、伏見の戦いでは、官軍の本営となり、武田街道を挟んで南側にあった、幕府軍の本営、伏見奉行所を砲撃して陥落させている。当社の建物は無事であった。その後、 不舎に列せられている。昭和に入ってからはすぐ東を通る国道24号線の拡幅に伴い、境内の一部を道路用地として提供し、その際に、元伏見奉行所の後で、米軍のキャンプ地の後である、東領団地建設の際に発見された小堀演習、ゆかりの庭園が造園化中根金作の手によって、社務所の裏側に再現された。本殿には、 菊の御門や五十七の霧門、青の御門が見られる。拝殿を中心とした境内のパノラマ、桃山天満宮境内の東側に、桃山天満宮が鎮座しているが、五皇宮神社の拙者などではなく独立した神社である。創建は、王英元年。文六三年に、伏見城下の前田利家邸内に移転する。天保十二年に五皇宮の西に移転するが、 1969年に、現在地に潜座する。小野義郎、水の環境史、K の名水はなぜ失われたか PHP 研究所、2001年、P207ISBN9 兆7845億6961万6186、2011年7月31日の水質検査の結果、基準値より下回ったことがわかり、 現在はろ過装置を通した綺麗な水を提供している。ありがとうございます。